も BTS ルームをご視聴いただきありがとうございます。 BTS は日本に来日した時もあるので、日本語を話したり日本の作品も好んでいたりもするんですよ。今回は総集編と題しまして、 BTS の日本にまつわるエピソードをまとめました。ぜひご覧ください。今もなお人気が衰えることなく世界中で愛されている BTS。 2013年に韓国でデビューし、2017年には世界で賞を受けたのはアーミーの皆さんなら知っての通りかもしれません。そんな2017年 BTS ワールドツアーの日本公演は大阪城ホールの 3days から始まり、最終日翌日には阪神タイガースと北海道日本ハムファイターズ戦でジョングクが始球式を務めました。今回は甲子園での始球式の様子や背番号の意味、シュガが韓国リーグから始球式のオファーをもらった話などご紹介していきたいと思います。ジョングクが甲子園で始球式。2017年6月2日 BTS の黄金万年のジョングクが兵庫県西宮市にある球児の憧れの聖地甲子園で始球式を務めました。この日は交流戦で、阪神タイガースは北海道日本ハムファイターズと対戦します。2017年の BTS ワールドツアーライブトリロジーエピソード3 The Winds Tour Japan Edition が5月30日から大阪城ホールでスタートし、6月1日で大阪公演は終了。6月2日の11時の部で、なんばグランド花月の吉本新喜劇にゲストとして出演していました。そして、同日の夜に甲子園球場で、ジョングクが始球式で投球したのです。すでに日本でも売れていた BTS ですが、野球場ということもあり、アーミーの観覧車は、さほど多く感じませんが、それでも、黄色い声援が飛び交っていて、この頃から BTS の人気があったことがよくわかりますよね。今だったらアーミーだけで甲子園球場が埋まってしまうのではないでしょうか。メンバーは阪神タイガースの特注の縦縞のユニフォームに着替え、下はスキニーのデニムパンツを履くという格好をし、リーダーの RM はみんなで同じ服を着ていてデビューを思い出すとコメント。BTS のかっこいいユニフォーム姿にファンは大喜びなことだと思いますし、始球式を務める万年のジョングクを待つお兄さんメンバーの姿が保護者のようでほっこりします。また吉本新喜劇のゲスト出演でも大活躍しました。メンバー全員が頑張って覚えた日本語を使って自己紹介をしましたが、ジンは胸にしまっておいた真っ赤な大きなハートをスチコさんにプレゼントし、帰る時にも小さいハートをプレゼントしてお茶目な姿を見せます。 J-HOPE は芸人顔負けの登場やリアクションをし場内を沸かせていましたが、他のメンバーも座長のスチコさんに100点と言われるほど見事な大コケを披露していました。吉本新喜劇の浅香昭恵さんも当時の BTS メンバーのことをいい子たちだった、リハーサルでも一生懸命日本語を使おうとしていた、愛嬌があった、嫌な感じが全くなかったなど、アーミーでない人でも BTS をたくさん褒めていて人柄がいいことがよくわかります。韓国のアイドルグループが日本の伝統のような関西のお笑いに全力で取り組んでくれたことに、日本人としてもアーミーとしても嬉しく感じますよね。なぜ始球式の投球はジョングクだったの？背番号の意味は？なぜジョングクが始球式をしたのかは、やはり黄金万年だからじゃないでしょうか。 BTS メンバーは全員運動神経はいい方ですが、やっぱり万年のジョングクは何でも器用にこなしてしまうので、メンバーから推薦されたのかもしれませんね。ジョングクの背番号の意味は韓国語でお兄さん、オッパ、58から考えたようでした。韓国語で5はお、8はば。男性より年下の女性が仲の良い異性の先輩や
恋人を呼ぶときにオッパと呼びますが、もちろんお兄さんがいる妹はお兄さんをオッパと呼びます。チョングクが代表して始球式をすることになったので、お兄さんになったつもりで始球式を務めるという意味でオッパにしたのではと考察するアーミーもいました。また 5+8+13 BTS のデビュー日になるので58にしたのではとも言われています。他のメンバーの背番号はジミン13で誕生日オアデビュー日、テテ95、RM94、シュガ93、ジン92は誕生年、J-HOPE 7でメンバー人数でした。チョングクは当時誕生日を迎える前で、日本年齢で19歳でしたが、すでに筋肉ウサギというニックネームのごとく、可愛いお顔にマッチョな体をしていて、野球選手のようにとてもユニフォームが似合っていて、野球ファンも BTS ファンも喜んだことでしょう。始球式に BTS を招いた阪神タイガースさん、ありがとうと心から思ったアーミーがたくさんいたことだと思います。休息は？始球式を終えた感想やメンバーの反応は？セパ交流戦で見事に始球式をしたジョングクの休息は 100km を超えていたのではという関係者の声があったそうです。自己流なフォームからの高い力強い球はノーバウンドでキャッチャーミットに届いており、球団関係者を驚かせました。きっとアイドルなので、見ていた野球選手や球団関係者、観戦をしに来た野球ファンの方は期待をしていなかったのでしょう。ここでも黄金マンネのジョングクは運動神経の良さを発揮しましたね。しかもこれまで野球の経験はと聞かれたジョングクでしたが、小学校の時に少しやった程度ということでした。この活躍にメンバーも羨ましい、速くて球が見えなかったなどとコメントしています。ちなみに当時の阪神タイガースの監督だった金本監督と会ったジョングクが印象を問われた際には、オーラが体にあった、肩が海みたいでしたとジョングクは金本監督の広い肩のことを語っていました。始球式の様子は各スポーツ新聞の記事にもなっていて、当時でもすでに日本で人気があったことがわかります。始球式を終えてジョングクは光栄でした、楽しかったですと日本語で話し、アイドルとして最高の笑顔を見せたジョングクでしたが、実はものすごく緊張していたそうで、始球式を終えてもまだ緊張が取れていなかったとのこと。それだけ緊張しても可愛い笑顔を見せ、見事に投げ切ったジョングクは頼もしいですし、かっこいいですね。後日甲子園の始球式でノーバウンドで投げたのは僕、ジョングクですとドヤ顔で話し、アーミーの母性本能をわしづかみしていました。シュガに始球式のオファーが。メンバーの中で韓国野球のサムスンライオンズのファンだと公言し、球団から始球式のオファーが来たのはシュガです。シュガといえばバスケットボールが好きで、高校生の時バスケットボールをしていましたが、身長が伸びず諦めたというエピソードがありますよね。アイドル運動会などで機敏に動き、何度もシュートを決めるかっこいい姿を見せているシュガですが、普段はアーミーから G と呼ばれるだけあって、ゆっくり動いたり一人だけ動かない様子を見せているので、バスケの姿にギャップ萌えします。作業室には大好きなマイケル・ジョーダンの人形などを飾っていますが、その中にサムスン・ライオンズのユニフォームも入っていて、野球も好きだということがわかりますよね。シュガは2019年5月8日先発登板するリュヒョンジンさんを応援するため、ロサンゼルスドジャース対アトランタブレーブスの試合を観戦し、試合後にリュヒョンジンさんに自身がサムスン・ライオンズのファンであることを伝えたことから一気に話題に。サムスン・ライオンズのファンであるという話をしている動画がドジャースの公式 SNS で公開され、その時サムスン・ライオンズから始球式に招待したいというメッセージが掲載されたようですが、実現はしていません。そしてサムスン・ライオンズ所属投手のウォン・テインさんから
シュガにラブコールがあり、再び話題になります。2022年3月8日、シュガの故郷テグサムスンライオンズパークで LG ツインズと練習試合をし、球団の中継の特別解説をしていた投手のウォン・テインさんが、シュガ、BTS が世界に韓国を広めて活動していることに感謝を述べました。続けて、お忙しいとは思いますが一日だけ時間をくださり始球式に来てくださいと話し、自分が精神性始球式のサポートをしますとシュガに始球式のオファーをしたのです。テグ出身でサムスンライオンズファンと公言しているシュガですので、きっと届いているはずですよね。いつかシュガがサムスンライオンズの始球式を務める姿を見たいものです。まとめ、いかがでしたでしょうか。何でもこなしてしまう黄金マンネのジョングクは、そのニックネームのごとく始球式もそつなくこなしてしまいました。自己流のフォームだとはいえ、関係者が驚くほど速い球 100km 超え、オノーバンで放ったジョングクに惚れ惚れしてしまいましたね。また大好きな野球チームから始球式のオファーをもらったシュガが、いつかマウンドに立つ姿を見てみたいと思ったアーミーが大勢いるのではないでしょうか。今後も BTS の活躍を見守っていきましょう。続いての動画をご覧ください。すっかり世界的なスターとなった BTS ですが、今でも日本語曲をリリースしたり、日本の番組に出演したりと日本での活動を大切にしてくれています。そんな彼らが日本で活動する時のアーミーの楽しみといえば、メンバーによる可愛い日本語、少したどたどしい発音で一生懸命話そうとしてくれている姿がとっても可愛いですよね。今回はそんな BTS の可愛い日本語をメンバーごとに紹介。 BTS が話した日本語集。2014年に日本デビューを果たした BTS はこれまでに何度も来日し、ツアーやファンミーティングを行っています。日本で活動をするときには、日本語でのコメントを用意したり、V ライブなどでも日本語を使ってくれたりと、日本のアーミーとなるべく、日本語でコミュニケーションを取ろうとしてくれているのが嬉しいですよね。テテブー、天才シュガブー、イケメン人ブー、力持ちのグクブー、恥ずかしがり屋のナムブー、かわいいチムチムブー、ホビ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 ブー、全員かわいすぎてもうかわいい渋滞半端ない。時には言おうとしていた日本語を忘れてしまったり、発音がうまくできなかったりすることもありますが、そんなミスさえも一生懸命でかわいいと思うアーミーが多いのではないでしょうか。そんな BTS のかわいすぎる日本語をメンバーごとに集めてみました。ジンが披露した可愛い日本語といえば、いっちに、こっちに、そっちにではないでしょうか。ジンの愛称であるそっちににかけた言葉で、本当はあっちに、こっちに、そっちにと言いたかったようですが、あっちにをいっちにと間違えて覚えてしまったようですね。間違えて覚えたままステージ上でこのフレーズを披露したジンは、ジミンに間違いを指摘され、もっと早く教えてくださいよーと拗ねてしまいます。そんな間違いも含めてとっても可愛いです。また日本活動中に体調が優れなかったシュガに向けて、日本語で感動的な手紙を読んだこともありました。照れているのかしきりに水を飲むシュガも可愛いですね。ジンの心遣いがよくわかる、とっても心温まるシーンでした。シュガ、日本語で話すと喋り方が特に可愛くなるメンバーといえばシュガ。ツがチュになったり、ツがチュになったりと、少しぎこちない発音がとっても可愛いですよね。普段クールな印象が強い分、そのギャップにやられますね。これからもじゅっとついてこい。この完璧ではない発音が可愛いため、シュガには片言のままでいてほしいと思っているアーミーも多いようです。本人も日本語には苦手意識があるようですが、
それでも一生懸命練習をしてくれている姿に癒されますね。チョングクが歌うラッドウィンプスの何でもないやに合わせて、シュガがアーミー好きだと囁いたこともありました。映画君の名はの再現のようですが、日本語での甘いフレーズにドキッとしてしまいますね。 J-HOPE 来日中はもちろん、韓国にいる時にもふとした瞬間に日本語で喋ってくれることが多いのが J-HOPE です。料理が日本風の味に仕上がった時には、そうだよね、日本ですよねと楽しそうに話したり、サウナに入って思わず素晴らしいとリアクションしたり、普段から自然に日本語を使っています。シュガが生み出した日本の味から始まるラッパー3人の可愛い日本語劇場、ホビの日本の味、ナムジュンの東京だが可愛くてほっこりする。シュガも渋谷を思い出してて可愛い。日本の活動のために暗記して終わりではなく、しっかり覚えて自分の言葉として使っているのがわかりますね。ツアーのコメントなどでも長めのコメントを日本語でスラスラと話しています。韓国語でも愛嬌たっぷりな話し方をする J-HOPE ですが、日本語になるとさらに声のトーンが上がって可愛らしく聞こえますね。また匂いがプンプンとか、ごぶたですかなど独特の日本語を覚えて楽しそうに披露している姿も可愛くて笑ってしまいます。どうやって日本語を覚えているのか気になりますね。兄さんは子豚ですか？食人携帯見ながらお菓子食べてるのにちゃんと置いて会話してあげるとこ、もう子豚って単語が可愛い。 RM アメリカでの活動では得意の英語を生かしてグループを引っ張っている RM ですが、英語だけではなく日本語もかなり上手。日常会話程度なら難なくこなせるようで、日本のホテルではルームサービスで自ら注文をしていたことも。とても丁寧で自然な日本語を話していますね。また他のメンバーに日本語を教えたり、間違いを直してあげたりと日本語の先生をしている姿もよく見かけます。 RM の日本語は発音もイントネーションもすごく自然ですが、やはり母国語ではないのでペースが少しゆっくりで優しい口調になるのが聞いていてとても癒されます。また韓国人には発音が難しいと言われているスの発音はやはり RM にも難しいようで、少したどたどしい発音になることも。何でも完璧にこなす RM が気をつちけてくださいと話すのがとっても可愛いですね。ナム日本語風気をつけてください。何可愛い。ジミンも日本語が上手なメンバーの一人ですね。アメリカでの活動中にもかかわらず日本語でメッセージを送ってくれたこともありました。一言一言丁寧に話そうとしているのが伝わりますね。コンサートやファンミーティングの挨拶などでも長めのコメントを用意して一生懸命日本語で話してくれます。言葉に詰まったり間違えてしまった時のリアクションも愛嬌たっぷりでとっても可愛いですね。大阪公演の時には大阪弁も披露。ジミンの出身地である釜山の方言は大阪弁に似ていると言われることもあるので、ジミンにとっては覚えやすいイントネーションなのかもしれませんね。てて日本語習得にとても積極的な姿を見せてくれているのがてて。 BTS が日本デビュー1年を迎えた時には日本語でメッセージをくれたこともありました。日本語で感謝を伝えようとしてくれるその気持ちが嬉しいですね。日本でのファンミーティングではシュガが話す韓国語の通訳をしたこともありました。迷いながら一生懸命言葉を選ぶ様子と語尾が少し伸びた独特の話し方が可愛すぎますね。テテは気に入った言葉を連呼する癖もあるようです。日本語で一生懸命コメントをするジョングクの邪魔をしてペコペコと言い続けてみたり、一時期は
浮気するなよというフレーズにハマっていたようで、あらゆる場面で浮気するなよと囁いてはアーミーをキュンとさせていました。ジョングク、ジョングクの日本語といえばアミシテルではないでしょうか。愛してるとアーミーをかけてジョングクが作った日本のアーミーのための造語です。日本のアーミーにもメンバーにもすっかり浸透しているこの言葉ですが、メンバーが使うとすかさず僕がチュクった言葉とアピールするところも可愛いですよね。福岡公演ではバリアミシトーヨと博多弁バージョンを披露したことも。またジョングクは日本のアーティストの曲を覚えているようで、これまでにラッドウィンプスのなんでもないやや米津玄師のレモンなどをアカペラで披露。歌声が素晴らしいのはもちろんですが、歌詞を見ずにスラスラと歌っているのがすごいですね。歌うことが大好きなジョングクにとってはメロディーに乗せた方が自然と言葉を覚えられるのかもしれませんね。また日本でのツアーができるようになったらぜひ日本の曲を披露してほしいですね。まとめ、今回は BTS が話す可愛い日本語をメンバーごとにまとめてみました。どのメンバーも日本のアーミーと交流しようと一生懸命日本語を覚えてくれているのが伝わってとても癒されました。今はまだ難しい状況ですが、コロナが落ち着いたらまた来日して可愛い日本語をたくさん披露してほしいですね。 BTS がまた日本に来てくれる時まで彼らを応援していきましょう。続いての動画をご覧ください。世界中で大人気の BTS は各国で活躍しており、日本でも多くの活動をしています。番組出演は音楽番組だけではありません。一体どんな番組に出演されているのでしょうか。今回は過去に BTS が日本で出演した番組についてまとめてみました。 BTS が日本の番組出演したものは、今まで多くの日本の番組に出演したことがある BTS。 ライブパフォーマンスだけではなく、インタビューや楽しいトークが見れてアーミーなら要チェックの番組ばかりです。ミュージック、2017年5月30日にフジテレビで放送されたミュージックに出演した BTS。 本放送では番組に初登場する BTS メンバーの素顔に迫るスペシャルインタビューを実施しました。プレゼントに一蘭のラーメンをもらって大喜びしたり、 J-HOPE が血、汗、涙のダンスを披露したり、ファンへのメッセージなど盛りだくさんの内容です。そしてなんといっても BTS メンバーたちが頑張って日本語で返答しているのがとても印象的です。プレゼントのラーメンをもらった時、 RM が家で作れるのですかと質問したり、ジンが僕は料理が得意ですと答えたら、 J-HOPE がジンさん必ず作ってとお願いしたり、日本語で会話が成り立っていました。さすが努力家の BTS、 日本語を勉強してくれているようで嬉しいですね。バズリズム、2020年7月17日に日本テレビで放送されたバズリズム02に出演した BTS。 コロナ禍でスタジオ出演がかなわずリモート出演でしたが、 BTS ナンバーワン選手権が行われ盛り上がりました。料理上手ナンバーワンにはジン、忘れ物ナンバーワンには RM、 甘えん坊ナンバーワンにはジミンと、ほぼアーミーなら予想できる答えばかりでしたが、BTS メンバーの楽しそうなトークを見ることができて大満足の番組となりました。その中でも変身遅いナンバーワンにはジョングクが選ばれ、ジンへの変身がまさかの1ヶ月後だったことが判明します。ジョングクは、僕は心の中で返事を送るんですよ、心の中では送ったつもりでいるから画面を閉じちゃうんですと苦しい言い訳をしていました。ジンからはいくらテレパシーが通じててもそれはどうかなと言われ、シュガからはわかるわけないよと批判が殺到。そしてドラマへの主題歌提供をきっかけに
プライベートでも親交のある俳優の坂口健太郎さんからの VTR コメントも放送され、 BTS メンバーたちも嬉しそうでした。 J-HOPE と坂口健太郎さんがプライベートでご飯に行ったことや、坂口健太郎さんからジンへ誕生日プレゼントが贈られたエピソードが飛び出しました。坂口健太郎さんからジンへ贈られたプレゼントはマフラーで、大切に自宅保管してるとジンが答えていました。メンバー同士の仲の良さも伝わり、見ていて本当に楽しかったです。吉本新喜劇。2017年6月2日に大阪なんばグランド花月で行われた吉本新喜劇にゲスト出演しました。メンバーそれぞれが自己紹介をしますが、その姿がとても可愛かったです。テテ、こんにちは。僕は、あ、今日紹介してくれて本当にありがとうござい。まちゅ片受験をう、ごじゃる。僕は分野シュガ、防弾の天才、シューガーやで。ジン、こんにちは。僕はジンです。あ、ちょっと、と言い、胸元からハートを取り出し、土子にプレゼント。いつも、ジンは、コンサートで、体のいろんなところから、自作のハートを出してくるのが定番です。それが、吉本新喜劇で見れるなんて、アーミーとしては、嬉しい限りです。ジョングク、こんにちは。いつもお腹がペコペコなジョングクです。RM、毎度。メインボーカルのラップモンスターです。背が高いね、と言ったスチコに、はい。藤山ですと返す RM。ジミン、自己紹介に入る前に、スチコの胸元にテレテレでしたが、僕はスチコです。と言い、スチコがすかさず、スチコは私、あなたは？と言うと、またしてもスチコです。あ、実は、僕は大阪弁が好きです。あなた、好きです。とにっこり。スチコは、ありがとう。ただ私、おっさんやからね。と言うと、ジミンですと自己紹介。J-HOPE、はい。はじめまして。希望が、ふ、れ、る人。ホプホプ、J-HOPEですと投げキッス。日本語の自己紹介をしてくれるだけで感激したアーミーも多かったのではないでしょうか。その後、キャングを追い払った BTS に感謝し、スチコがご馳走をするというと、テテは高槻にある有名なラーメン屋のコーラ1.5リットル、シュガはたくあんの古漬け、ジンはマグロの刺身、ジョングクはお好み焼きと言い、スチコの耳元でこっそりエビどっさり。RM はサラダ。ダイエットしていますから、ジミンはよく聞いてください。少し長いです。特選和牛、ヒレ肉の、倍包み焼きの、丼です。J-HOPEは、この店の食べ物全部。メンバー全員に注文を聞いたにもかかわらず、チコがカレーライス7丁と言うとメンバー全員ずっこけ。 BTS メンバーはスチコからはずっこけが素晴らしい、100点、若手ではなかなかいないと絶賛されていました。ダンスだけではなくずっこけまで完璧にできてしまう BTS。 そして血、汗、涙を生パフォーマンスし、会場は黄色い歓声で包まれていました。吉本新喜劇に出演した後、甲子園球場で阪神対日本ハム戦の始球式に登場。阪神のユニフォームを着たジョングクがノーバウンド投球を披露しました。さすが黄金マンネです。吉本新喜劇から甲子園と大阪三昧だった BTS、 忙しいスケジュールで大変だったかと思いますが、日本のアーミーには素敵な出来事となりました。ミュージックブラッド。2021年6月18日に放送された日本テレビ系ミュージックブラッドに出演した BTS。 なんと出演アーティストは BTS のみだったので、見応え十分の番組となりました。ライブでは日本語曲フィルムアウトとバターを披露した BTS。
今回はリモート中継でデビュー8周年となる BTS のグループとしての過去、現在、未来についてトークを繰り広げます。BTS の過去についてジョングクがデビューしてから自分の未熟さを感じ、その時から頑張らないとと思い始めましたと真面目に答えたと思いきや、日本での初歌唱した時の秘蔵映像が流れた時には BTS メンバー全員が恥ずかしいと笑い合ったりで、とても楽しいトークでした。番組冒頭で MC の千葉雄大さんがダイナマイトのダンスを披露すると、すかさずリアクションを取ってくれる J-HOPE が最高と言い、 RM が本当に上手ですと答えていましたね。そしてBTS の皆さんにとってアーミーとは?という質問に対して、今まで8年間という長い間、いつも僕たちの横で、そばで見守っていてくれて、応援してくれて、支えてくれて、一緒に泣いて笑ってくれたベストフレンドですと、てて。どうやって言葉にすればいいかわからないけれど、言葉の表現を超えて、とても大切な存在だと思いますと、J-HOPE。BTS メンバーたちのアーミーへの気持ちは変わらず誠実で、いつも感動します。情報番組にも出演。スッキリ2017年5月10日にスタジオ出演し、血、汗、涙を生パフォーマンスしました。なんとこのスッキリが BTS にとって日本のテレビ番組初登場だったのです。BTS の生パフォーマンスを見た MC の加藤浩次さんが大絶賛。そして、なんといっても、テテの天然が炸裂していて、MC の近藤春菜さんがテテに興味津々でした。さらに、2020年7月14日に VTR で出演。チームワークを確かめる以心伝心ゲームに挑戦する様子や、インタビュー、日本語曲、ステイ、ゴールドのパフォーマンスを披露。以心伝心ゲームでは、なかなか一致せず苦戦していました。お題の筋トレでは、見事、ほぼ全員が違うポーズをしてしまう中、テテは、ポーズを思いつかずフリーズしてしまう場面もあり、笑いを誘います。RM が、お題が難しすぎると、自分たちの楽曲 I Need You にお題を変更し、やっと一問だけ一致していました。BTS メンバーの和気あいあいとしたトークも聞けて、アーミーは大満足だったのではないでしょうか。目覚ましテレビ。2017年5月12日にスタジオ出演し、血、汗、涙を生パフォーマンスしました。パフォーマンス後、感想を聞かれた RM は、緊張しましたが、こんな朝、早くから、多くの方にパフォーマンスを見せることができて幸せですと語っていました。そして、J-HOPE がめっちゃ爽やかです。と、ノリよくコメント。さすが BTS のムードメーカーです。インタビューの時間が短く残念でしたが、早朝にもかかわらず、完璧なパフォーマンスと彼らの笑顔に朝から癒された視聴者も多かったはずです。この頃は日本ツアーの合間に出演していたので、かなりの激務だったのが伺えますね。現在はスタジオ出演が残念ながら難しくなってしまいました。しかし、ビルボード2021受賞やアメリカンミュージックアワード2021受賞、ママ2021受賞など、BTS のニュースが流れない日はないほど大人気になりましたよね。どんな形でも BTS をテレビで見れるのは嬉しい限りです。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は BTS が過去に出演した番組を調査しまとめてみました。コロナの前は日本に来て多くの番組に出演していたことが分かりました。インタビューなどでは彼らの人柄の良さがよくわかり、沼にはまる人が続出するのも納得です。続いての動画をご覧ください。以前から、日本のアニメや映画をよく見ると語っている BTS。メンバーは、日本公演の他にもプライベートで日本へ来ていたこともあり、日本の道は、すごく綺麗なイメージを持っているそうです。日本人として、良い、
印象や楽しい思い出があるのは、とても嬉しいことですよね。そんな彼らは、今までに好きな日本人アーティストについても語ってくれています。今回は、日本の好きな音楽についてメンバーごとにまとめてみました。BTS が好きな日本のアーティストは ?2021 年1月19日、23時頃に、RM が、一人で、動画配信アプリブライブで生配信をし、好きな日本人歌手を明かしたことが話題になりました。大丈夫ですか?疲れて見えます。というアーミーからのコメントに対し、7時間ミーティングをしていたので疲れました。と話しながらも、でも、今は、皆さんと一緒だから大丈夫?と、いつもの神対応で、アーミーたちとの対話をしていましたが、そんな配信の中で、最近、好きな音楽を聞かれた RM は、最近、昔の歌を聴いていて、と言いながら、韓国のシンガーソングライターであるソヒを挙げ、その後、それから大橋トリオと、日本のシンガーソングライターである大橋トリオの楽曲を聴いていることを明かしたのです。RM の明かした音楽の趣味に、日本のアーミーたちからは、大橋トリオ聴いてるの?私も好きだから嬉しい、日本の曲聴いてるなんて嬉しすぎるなどと、喜びの声が上がっていました。最近の好きな音楽に、同じ日本人の歌手をあげてくれるなんて、本当に嬉しい限りですよね。では、他の BTS メンバーたちには、好きな日本人歌手やアーティストはいるのでしょうか?個人別に紹介していきます。ジン。ジンは、これまでに、好きな日本人歌手を挙げていたことはなかったのですが、以前、日本の雑誌で、シークレット、ベース、君がくれたものが好きだと言っていたことがあります。この曲は、2001年日本人アーティストゾーンがリリースしたものですが、その素晴らしい楽曲もあり、グループ解散後も、いろいろな人々がカバーしています。おそらく、ジンは、ジンの好きなアニメ、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らないのエンディングで流れていたバージョンのものを聞いていたのではないか?と言われています。アニメを通して日本のアーティストの楽曲を好きになってもらえるのはとても嬉しいことですね。シュガが今までに挙げてきた好きな日本人アーティストは M フロー、ジブラ、コウ、AK69、倉本勇気。M フローはヒップホップやレゲエ、ジャズなど様々なジャンルの音楽を取り入れた近未来や宇宙が舞台となっている音楽グループです。ジブラは MC、DJ などとしても活躍するヒップホップアーティスト。現在世界各国で話題沸騰中のグループ NiziU のラップを担当するリムさんの父親としても有名ですね。コウは韓国と日本のハーフとして生まれるヒップホップアーティスト。ありのままに綴る歌詞表現と、ジャンルにとらわれない自由な音楽スタイルで、絶大な支持を集めています。AK69 は、ヒップホップ界の王者とも言われる有名なラッパー。しかし現在は、ラッパーだけでなく、シンガーやファッションブランドの運営など、多彩な才能を発揮しているアーティストです。倉本勇気は、日本の作編作家、ピアニスト、美しい風景をイメージさせる優しい音色で、自然とロマンスをテーマにした作品で、日本はもとより、韓国でも、多大な人気で、ソウルのコンサートでは、毎回全席完売という記録を持っています。また、日本のテレビ番組では、レミオロメンの3月9日が好きということも語っていました。自分の誕生日と同じ誕生日なので、興味を持ち、聞くようになったそうです。AAA の愛しているのに愛せないを聞いているとも話しており、いつかコラボをしたいと語っていたこともあります。AAA が活動再開した時には、ぜひ見てみたいですね。シュガはヒップホップを好んでいますが、様々なジャンルを聞いているようです。J-HOPE。J-HOPE は、以前シュガも、好きなヒップホップアーティスト、ジブラを尊敬していると語っていたことがあります。日本の音楽番組では、大塚愛のサクランボが好きだと話しており、
とっても盛り上がる明るい曲というだけあって、BTS メンバーの中でも、太陽のようなムードメーカー的存在の J-HOPE にはぴったりの楽曲ですね。また、インタビューで、ダオコ、米津玄師の打ち上げ花火が好きだと話しており、いつか、一緒に曲を制作したいアーティストとして米津玄師を挙げています。RM。RM が今まで挙げてきた好きな日本人アーティストは、宇多田ヒカル、M フロー、コー、XJAPAN です。シュガと共通し、ラップ担当の BTS メンバーからは、M フロー、コーなどといったヒップホップアーティストが人気のように伺えますね。宇多田ヒカルは、日本でも有名な歌手ですが、国内外からも、絶大な支持を得ているようです。XJAPAN は、世界に名を轟かせた誰もが知るビジュアル系ロックバンド。RM が過去に載せたプレイ、リストの中には、XJAPAN の Forever Love が入っていたこともあり、ボーカルのトシの声は、この世の声とは思えないと大絶賛しています。RM はジャンルにとらわれず、いろいろな楽曲を聴いているようですね。ジミン。ジミンは、以前、日本でも、有名なシンガーソングライター、ユイの Goodbye Days を、好きな曲としておすすめしていました。この曲は、ジミンの幼い頃に見た映画太陽の歌で知ったようです。それ以来、疲れ果てていたり、辛い時に聴くと癒される音楽という存在の曲になったのだとか。この曲は、映画とともに日本でも大ヒットしましたよね。当時11歳だったジミンは、落ち込むたびにすごいよく聴いたと語っていて、勇気をもらっていたようです。現在、ユイは、ソロシンガーではなくフラワーというロックバンドとして活躍しています。もしかしたら、フラワーの曲も聴いているかもしれませんね。生まれた国が違っても、小さい頃に見ていた映画や聴いていた曲が同じだったことや、ジミンにとって大きな存在になった曲という共通点を知ると、なんだかとても嬉しい気持ちになります。また、ゲーム内で、千と千尋の神隠しの主題歌、いつも何度でもを選曲していたことから、この曲も好きな日本の楽曲に入っているのかもしれません。他には生き物がかりの桜です。自分のことを桜ジミンですと言って、みんなの前でアカペラで歌ってくれていました。桜は日本語、そして女性のボーカルの曲でありながらも、高音の美声で熱唱するジミンはさすがです。テテは、日本の音楽番組に出演した際に、星野源が好きで OST も聴いたと話していました。日本で大人気となったドラマの逃げるは恥だが役に立つで興味を持ったそうです。星野源の曲の中では、日常が好きということもラジオで語っています。ペペペラジオでは、ジンと、同じく、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らないのエンディング曲。シークレット、ベース、君がくれたものが好きだと言い、ワンフレーズを歌ってくれました。テテは、ドラマやアニメの曲から影響を受けることが多いように伺えますね。ジョングク。ジョングクは、以前インタビューで、J-POP をよく聞くと答えていたことがあり、好きな歌手としては、ケムマキを挙げています。ケムマキはヒップホップアーティストでもあり、BTS 楽曲の日本語バージョンを一緒に作業するプロデューサーでもあります。日本語バージョンの楽曲は、ほとんどケムマキが携わっており、ザ・スターでは作曲も手掛けています。また、公開していたプレイリストには、ラッドウィンプスが何曲か入っていたため、大人気映画君の名は、の影響なのかと思われます。また、2019年2月16日、福岡ヤフオクドームで行われたコンサートでは、ジョングクが大人気米津玄師のレモンを熱唱し、歌い始めと同時に大きな歓声が上がりました。歌唱力に定評のあるジョングクが歌うレモンを聞いたアーミーたちからは、うますぎる。日本語の歌詞もちゃんと覚えていて、すごいなどと、絶賛の声が上がっています。まとめ。今回は、メンバーごとに好きな日本の曲についてまとめましたが、いかがだったでしょうか。
メンバーと好きな曲が同じだったものはありましたか？日本の曲を好きでいてくれるだけで、共通点を感じられ嬉しくなってしまいますし、まだ聞いたことないものは、メンバーが好きな歌が、どんな歌なのか聞いてみたくなりますよね。BTS が、どんなものに共感したり、感銘を受けたのか知った上で、BTS の作品を視聴するのも楽しいですね。いかがでしたでしょうか。今回は、BTS にまつわる日本のエピソードをまとめました。日本人の私としては、とても嬉しい出来事ばかりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。